加油哦好点老虎啦 Gracias山の中に村があるって感じがするねまずは挨拶代わりの 100m もうめっちゃきついなおー最初の丘の頂上です30分なのにもうめちゃくちゃ疲れてしまったよ コーヒー畑ああ、デペルーああ、レラクラシークラキーHasta esto dice Medellín. A Medellín. Medellín.Buen viaje. Chao. おお、フェレイラの街が一望できる。この大きな橋の下にも街並みが広がってるね。ロープウェイが見えるね山間部だと坂が急すぎてこういうロープウェイが市民の足として大活躍おいだろしいグラシアスいちごミルクみたいな味だうまい雲の様子がおかしくなってきたな一雨来そうだぞ登り続けてるとこの雲にそのまま突っ込む可能性すらあるようなあー結構降り始めたなやばいなこれあやばいやばいびしょびしょだけど半分汗ついに雲がこっちまで降りてきたねまあ完全に止んだわけではないけど時間も時間なので行きましょうこっちはねいい感じなのにあいつ絶対こっち来るもんなやみましたまあ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 コロンビアは一般道に
料金所がありがちだけど、なんかこの料金所は随分作りがおしゃれだね。金沢駅を彷彿とさせる感じだね。おしゃ料金所。よっしゃー、今回の旅行における最高地点到達。あまり景色は良くないね。もう一回大きなアップダウンを経てサレントに到着だから、あんまり喜んでいないのはどうせまた登らされるんだよなっていう苗ポイントからです。結局押してます。でも押すのも疲れるね。この袋入りヨーグルトうまいんだけど、いかんせん袋だからどっかに移さないといけないんだよな。うずらの卵を実は初めて見たかも。一旦30で買いますか。味の素が1、2、3、4種類、まるちゃんが1、2、3、4種類、日清のラーメンはもう信じられないぐらい5種類。こっちはフリホーです。豆たち、いろんな黒豆みたいな、小豆みたいな、レンズ豆みたいな。かわいいミニジープや。ジープがいっぱい並んでいる。世界一高いヤシの木っていうけど、60m、70m あるようには見えないね。20、30m?小さい村だね。さすが雨季だね。あの奥の方降ってるな。これ気持ちのいい景色だ。メインストリートやってきました。こんなアイテムは本当どこ行っても進出してるな。
はじめまして、早速よろしくお願いします。ビール飲める人なんですよね。飲めます。ブラック家で感じになっちゃう。1年半、8ヶ月いいと思う。さすが分かる。いや、グッズくらいですよね。来年、初め、来年2月で見に行くから。おやすみなさい。連絡します。はい、失礼します。ゆうせいのチャリンコ世界一周の旅、まだまだ続いていきます。チャンネル登録と通知をオンにして一緒に旅行を楽しもう。ゆうせいくんが行く街にもある。でもリンゴ屋によってルールが変わるもん。あ、そうなんだ。3列目が31番から45番。31番から45番。4列目が46番から60番。おー、なんかゲームが終わった。で、次が一番先だから。おお、超高額大会だから。超高額大会。はい、これは2枚あるけど。マジで早いっすね、全然。54と48。見て。14。うわ、ロケ中だ。ざわざわしてる。みんなざわざわしています。いや、さあ、14来るか。惜しい。1回抽選あったね。あれ、もうどうした。うわ、惜しい。あ、みんな帰ってくる。みんなあ、みんな帰ってく。お昼休みに来てやるにはちょうどいいですね。